こだ。すごい。なんで一周回した？いや髪の毛が髪の毛をさ、こう横に流すために。そう。ワークマンのアルミテーブルになります。はい。あと3つしかなかったのね。そうそうそう。980円。だったかな、うん。うん。フィールドコア。売ってないかと思ったらね。あ、そう、あった。ね、うん、あったのね。椅子はなかったね。うん。椅子も欲しかったけど、あ、980円って書いてあるね。あ、本当だ。980円のアルミテーブル、うん、でカラーはネイビーですね、うん、色はネイビーと黒とあるの分かんない。カラー展開は、うん、何があるか分かんない。もう調べずに行ったからさ、うん、まあ、とりあえずもうこのアルミテーブル欲しかったから、うんうん、焚き火台の横に置くようなやつ。今日はテントアワンチグリス、うん、テントアワンティグリス。この間もう一本取ったかも。一個取る？うん、一個取ろうか。うん、スームルームのマット、はい、聞いてみる。寒くなってきだしたぞ。いつでも横になれるように、うん、いいね。ここまでしてくれてたらありがたいわ。どこ？別にそこ下げなくていいんじゃない？いい、うん。ちょっと寝ていいですか？え、もう寝んの？ちょっと寝転がってみていい？いいよ。で、早く焚き火してほしいけど。あ、そうなの？うん。焚き火待ち？うん。あ、最高だね。いい。これいい、いいね。このお昼寝だね。寝れるね。寝てたらあのご飯出てこないかな。出てくると思う。無言の圧力、うん、目が笑ってないやつだったね。よし、焚き火始めます。はい、止まりがいいでしょ、うん、バケットボスのエプロン DIY でもキャンプでも使える、うん、久々登場したね。キノコが飛んでくると焼けるじゃん。うん、そうだよね。こっちでお湯沸かさないの？ん？こっちでもお湯沸かしていいから。今日は簡単にフレンチトーストを作っていくので、ちょっと浸す時間が1時間ぐらいは必要かなと思うので、今のうちに浸していきたいと思います。ガスが切れたか？卵を溶いていきますね。バニラエッセンスを忘れちゃった。忘れ物多すぎない？でも砂糖は持ってきてるから大丈夫。浸していきます。
早速ワークマンで買ったアルミテーブルを開けていきたいと思います。できればもう一個欲しいねって話してたのね。そうそうそう、色違いがもしあればね、うん、色違いが欲しいかな、うん、使用方法の紙も入ってますね。これ簡単なの？あ、質感はいいね。わ、何これ。へえ、全然私見てないんだけどさ、こう見せるのか。そうそう、こんな感じ。グニョングニョン、グニョングニョン、グニョングニョンだよ。え、これがさ、ピシャになるの？これで、うん、あ、こっちに？そうそう。足はここに、このロックを取って、うんうん、で、こっちの体格のこっちの方に入れてあげて、うんうん、足はほら、おお、すげえ。よく考えたね、ワークマン、素晴らしい、超軽量、うん、これ仕事でも使えるかも。ああ、ちょっとちょっとしたテーブルにご飯食べるときは、うんうん、あ、そうだね、うん、コーヒーとみかんと奥かだって置くものないじゃん、他に。うわあ、あったかい。焚き火ってやっぱいいね。焚き火いいわね。火をもう死なれてるんだけどさ、死なれてはないか、うん、死なれてない。でも最近ちょっと慣れたかな、慣れた感があるけどさ、うん、やっぱりいい、焚き火って。おいしい、幸せだ。これで押さえてる。表面が焦げそうだな。やば、焦げてる、焦げてる、うん、あ、ちょっと強いよ、かなり強い。いや、でもこれアルミのテーブルいいね、うん、使いやすいね、うん、高さもちょうどいいわ。黒かシルバーがいいかな。まあ、ネイビーでもかっこいいけど、ここにステンシルとかしたらかっこいいかな。あー、そうだね、ね、うん、キワキ。え、色は何？黒かネイビーなの？白か？いや、知らない。え、なんで？何色があるか分かんないけど、黒かシルバーがあったら、まあ個人的にさ、あ、いいなっていう話ね。いいなっていう、そうそう。あ、なるほど。でこれずっとでも欲しかったのよ。うん。お一人様一点限りだったもんね。だったよね。うん。あと、あのジュースを入れるさ、そう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 、ステンレスのある容器みたいなあれもあったね。うん。うん、各一点ずつだったね、うんうん、いい感じに焼けてきたね。うん、焼き目がついてきたね。ふっくりなってきたね。こっちでお汁粉を湯がいていこうかね。湯がく？温める？あ、あー、換気量するか。え、忘れ物何個目？また忘れ物。どんだけ多いの、私忘れ物。忘れ物3つ目。包丁とアルミホイルと換気に。これは忘れちゃあかんやろ。100均で換気にこっちにも入れとかないよね。うん。シートで一回拭きます。
結構力入れてる。うん、そう、ここが痛くなる、ここが、うん、グイってできない、ちょっと開けられない、あ、ちょっと、うん、そうそう、まあ、ちょっと開けばいいよ、別に。マダムに、こういうこと、あ、いいじゃん、いいじゃん、よいしょ、OK、 はい、バッチリじゃん、上手でした。これぞ本当のサバイバルだだよ。ほら、小型なの剥がすんだお亡くなりになった見える、うん、先端、え、あ、うん、ここら辺、あ、ほんとだね、うん、ギザギザなってるね、うん、研がないといけない、うん、よし、よかった、ありがとう。やっぱり備えは大事、マルチツールを買いなさいってことだよ。なんかって時にないよりはマシなんだよって説明をしたでしょね、わかった、これで。だってさ、家にあるのをさ持ってきてるからさ、一旦家に出しちゃうのよね、うん、だからダメなの。そう、だからダメなのよ。逆さまだけど、ゆで小豆を茹でていきたいと思います。お湯つか落ちてる、うん、めっちゃ濃厚になっちゃったけど、うん、いいよね、いい、なんかチョコレートみたい、本当だねバレンタインデーキース、よし、はい、終わり、じゃん、じゃじゃん、箸ダメだよね。ダメでしょ。この割り箸ね。うん、うん、うまっ。ね、前みたいにさ、うん、もちどう？もち？前みたいな感じ。ちょっと硬いよ。前よりは。だよね。うん、何がけ？やっぱ火。火かな。水分が少ないからもっちりになってないのか。煮た時に、うん、え、でも中がちょっとさ、うん、あんだけさ焼いたのにさ、やっぱり火かな、ちょっと硬い、うん、この間のが美味しすぎた。ここあったかい、風が飛んないからいいね、めっちゃあったかい、これは寝れるわ、屍発見、これは寝れる寝れる、うん、今度車をかぶれば、え、でもあったかいよ、十分あったかい、うん、あ、火が当たってあったかいってこと、そう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 、ここにさ、テントの中がちょっと、うん、だって風が通らないからテントの中、うん、全然風が来ないから、うん、めっちゃあったかい、もう多分車かぶった日には寝るよかぶってくるまれてみてどう、寝れるね、寝れる、完全に寝れる、私寝れる、うん、ポカポカ、うん、寝ていいよって言ったら寝る、うん、バターを入れましょう、バターを少々、おー踊り出した、うん、バターのフィギュアスケートが始まったすごい、ヒコマロより上手かもよは
枚ずつ。じゃあ2枚引いて、うん、挟んで、うん、わっ、すっげーやばいんだけど、こんなんいいの、こんなもんなのっていう感じぐらいやばいんだけど、みんな。あ、揚げ豆腐みたいになったね。誰もいないけど、いたら落ちてたりするけど、基本的にはないけど。それで2人分。いくよ。はい、それ。おお、うまかったね。でしょう。うん、濃いのが好きなんだよね。お前、濃いのダメだよ。何もかも濃いのはダメだよ。熱々のお湯だね。楽に乗せてくれていいよ。いいの？うん、ここで。パンケー好きじゃないもんな、私。あ、そうなんだ。うん、パンケー好きじゃない。もうご飯がっつり食べたい。食パンは食べる。あの、どこのパンだっけ？野上のパンね。野上のパン、うん、美味しいって言ってたまに食べるやつ。そうそうそう、たまに。あれは贅沢なも日に食べるの。贅沢食パン。そう。まあでも美味しいよね。パンだって単体でさ、食べても甘みがあるじゃん。でもさ、食べたいよね。うん。食べていいよって言っても食べなかったよ。だってこの間なんかさ、冷凍庫にある食パン食べたらマジで切れるからって言われたもんね。まあ大丈夫、食べないからって言ったけど。あの言い方よ。食べたい時に食べれるようにずっと冷凍してるじゃん、うん、私、うん、あれを食べられた日には、それもあと1枚しかなかったから言ったんだよ、あれ。あ、そうなんだ、うん、あと1枚しかなくって、うん、もう絶対にその日に食べようって思ってたから、うん、言ったの。あんまりいいものはね、お口に合わないの、私は。三枚焼いてんのよね。そう、三枚焼いて。美味しそう。ホットケーキみたいだね、見た目。どう？甘い。甘い。うん。蜂蜜かけたからもっと甘くなっちゃった。ほんとだ、甘っ。でも美味しいね。でもお店で出てくるぐらい甘いね、うん、たまにこういうのあるよね、うん、めっちゃ甘いさ。もうちょっと蜂蜜が控えめだったら、うん、よかったね、うん。でしょ、うん、あったかいでしょ。本当にあったかいんだよ。あー、やば、寝れる。本気で寝るつもりか、うん、本気で寝るつもりだ。超寝起きだよ、顔が。寝たわ。まだ寝たい。気持ちがいい。ねえ、でもグッと寝れた。どこ行くの？買い物行かないといけない。どんどん上がっていく。あ、そうなんだ。やっぱり春の足音が聞こえてきてるわ。ドン。静かに近寄ってきてますよね。結構やぜろしいよね。ドゥーン、ドゥーン、来た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 。